今日久しぶりにパパに会ったから家電ねだってきた。パパに家電ねだったんだ。空気清浄機か洗濯機のどっちか買ってって。機の方が良くないですか？洗濯機の方がいいぞ。洗高いぞ。濯機の高くない？方が高いから洗濯機って言いたかったんだけど、20万ぐらいの洗濯機買ってもらえなよ。んかかわいそうというか申し訳ないなと思って、二択を用意してみた。さあ、どっちって言われました？どっちの方が高いの？って言われて、洗濯機って言ったら、洗濯機買ってあげようかって言われた。優しいじゃん。優しいってなった。パパ、そのパパに私もねだってもいい？そうなってくると、もうほぼパパ活みたいになってくるからね。ちょっと違うな。ちょっと違うか。人んちのパパにねだるのちょっとまずいな。ダメか。そっか、ダメか。許されないか。パ許パさ優れないしいな。からねだっていい、うちのパパだったら。ねだっていいんだ。いいんだ。娘さんから許可もらいました。てかさ、お父さんってさ、一人称なんて言う？父さん、お父さんがってことですか？うわ、そう。何だったかな。お父さんが自分のことをってことですか？そう。わかんないや。なんかうちもさ、あんまり記憶なくてさ、BGM ない感じですか？確かに BGM 設定しなかった。無音だったうちのマインクラフト配信。寂しい。あ、結構でもやっぱ俺多いな。ううちちも今日も。パパとご飯行った時に俺って言っててさ、パパって俺って言うんやっていう、なんか謎の感情が、へえー、みたいな。なんか聞き方が、なんか、パパがなんか、パパって言ってるのかと思って、ちょっとドキドキしてた。いや、パパ、多分昔はパパって言ってた気がするけどな。ああ、一人称パパだったんだ。昔は、うちがちっちゃい頃とか。私は配信でも言ってるけど、おとんがガチパパとギリパパがいるんだけど、ガチパパの方はパパって言ってたけど、ギリの人は父ちゃんって言ってた。関西の人だったからかな。もうどっちも生きてるのかわかんないや。生きてるか死んでるか不明。だから、ちょっとさ、反応しづらいんだけど、その、初っ端からさ、反応しづらいさ、パパとギリパパみたいな話からのさ、どっいや、ちもなん生きててるかどうわかん説ない明みしたたらいいのかなって。いや、別にうちはさ、不幸じゃないからいいんだけどさ、本当に。よくいるからね。よくいるからね。まあ。このご時世ね。本人はさ、気にしてないことだけどさ、他人からするとさ、深触れく、づらいのかな。そう、深く触れていいのかって悩んでし全まうところではあ然るよね。いいけどね。全然いいけどね。初めて聞いたからちょっとびっくりしちゃった。やめて、俺も父親さんに言いたいわ、やめて。だよな。いるやつは多いよな。確かに、そんなん言ったら確かにうちもママ2人いるわ、じゃあ。あ、そうなんだゃあっよ。そう、うちて。らうっちゃあ。ママ2ママ人み2人いたいるなもんだわ。からな。まあ確かに。か。まあ確かに、人に話すぐらいだったら気にしてないよな。気にしてない。